どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、なんとポニーテールのボリュームアップ方法をやってみました。で、どういうことかって言ったら、結構ポニーテールした時にこの毛先の部分ですね、今ちょっとボリュームバッとアップしてるんですけど、猫毛だったりとか難毛の方ってここペタッとしたりとかして、なんかこうボリューム感がなくて髪の毛に張り腰がないなーって、ちょっと嫌だなーって思う方って結構多いかなと思うんですけど、今回はある一つの道具を使ってここまでふわっと、こう普通にまとめて毛先がふわっとなるような、アレンジ方法をやってみましたので、いつもなんか張り腰がないって言ってお悩みの方、もうちょっとボリューム欲しいっていう思ってる方、よかったらこの方法結構使えるかなと思うので試してみてください。それでは動画をどうぞ。これが普通のポニーテールの状態です。この辺にボリューム感がなくペタッとした状態になってます。先ほどの状態からポニーテールを大体でいいので半分に横に割ります。次にちっちゃいクリップを使っていきます。クリップをこの間に、この上の髪の毛と下の髪の毛を挟むようにして差し込んでいきます。差し込んだら下ろしていきます。次にオイルをつけていきます。上下にやっぱこのクリップの隙間ができているので、それをなじませるようにしてオイルをつけていきます。なじまして横に向けるとこんだけボリュームが出てます。はい、こんな感じで仕上がりました。特に猫毛や難毛の方に使えるポニーテールのボリュームアップ方法です。よかったら参考にしてみてください。